はい、皆さんこんにちは、スヒロゲーです。はい、今回動画のタイトルの通りなんですけど、私ヒロゲー JBF2023 に行ってまいりました。はい、一言で言うとめちゃめちゃ楽しかったです。今回の動画で JBF2023 年のちょっと感想をちょっと話したいと思っております。まずそもそも僕 JBF の参加はもう前からめちゃくちゃしたかったんですけど、去年については、ちょっといろいろあって参加できなかったんですけど、もう今年は絶対参加しようと思って、去年の年末頃にグループアフロの一員として参加することを決定しました。で、そこから僕が作った変形合体するレゴロボットや、建築勉強してるので設計製図のプレゼンも行いました。率直な感想を言うと、今回なんとめちゃくちゃ大人気でした。ちなみに設計製図のプレゼンの動画は近日中に公開したいと思います。で、僕が一番びっくりしたのは、なんと海外ビルダーさんが「ワーグレートプレゼンテーション」とか「ワーグレートパワーレンジャーズロボ」とか言ってくれて、僕の作品めちゃくちゃ褒めて写真いっぱい撮ってくださったのでめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、じゃあ今から JBF2023 年の戦利品を紹介したいと思います。はい、こちらが今年の JBF のカタログになっています。で、このカタログなんですけど、なんとありがたいことに、じゃーん、僕が作ったスーパーポリスガーディアンが載っております。いやー、めっちゃめちゃ嬉しい。それ以外に、いろんなビルダーさんの作品がびっしりと並んでおります。いや、これもめちゃくちゃ素晴らしかったです。はい、では戦利品を一つずつ紹介していきます。まずはこちら。じゃーん、 JBF のプリントブロックです。実はね、これめちゃくちゃ欲しかったんですよね。このジャパンブリックフェスト2023神戸インウィークの、いやー嬉しい。そして続いてはこちら、じゃーん、 VIP パーティーでくれた相撲のブリックヘッズです。ちなみにブリックヘッズの動画は近日中に公開したいと思います。そして続いてはこちら、じゃーん、こちらのミニフィグです。実はこれもね、限定品のミニフィグでございます。特に好きなのはこのミニフィグで、なんと JBF のポスターのプリントパーツになっています。いや、プリントパーツにするのめちゃくちゃすごいですよね。いや、ちょっとこれ頼めるんだったら僕のこのロゴのプリントパーツ作ってほしいな。はい、続いてはこちらレゴのミニキットです。まずこちらの忍者ゴーについてはかなり前に動画にしましたので、こちらについては松撮りにしたいと思います。で、さらにこちらのレゴシーのポリバッグも手に入れました。ちなみにこれ何なのかというと、いわゆるディティールアップパーツみたいで、こういうクレーンとかライトの追加パーツになっています。はい、続いてはこちら、こちらのブロックでロボを作ろう鉢を買いました。ちなみに、なんで8にしたのかというと、8の方が、僕向けみたいな感じで言われたので、とりあえず8を買いました。あいつかはね、こういうレゴロボット作ってみたいなと思って買いました。僕変形合体するレゴロボットメインなので、もしかしたら変形合体するかもしれません。はい。はい、続いてはこちら。僕のグループで皆さんが持ち合ったお土産一覧です。ちなみに僕は徳島のお土産と、あとはこの箱のレゴです。今まで開けてなかった箱のレゴを、ちょっと皆さんにあげようかなって思って、何個だったかな、10個ぐらいあげました。皆さんめっちゃ喜んでました。ちなみにお菓子については美味しくいただきたいと思います。はい、そして最後はこちら、じゃーん、レゴデザイナーのメルさんのサインです。簡単に言えば、エトのレゴ作った人です。いや、これはね、もう家宝にします。はい。はい、そして動画の最後になるんですけど、私ヒロゲーから重大なお知らせがあります。もう JBF2023 年に行った方ならもうご存知と思うんですけど、私ヒロゲー、なんとこの度徳島初のレゴオフ会を開催したいと思いまーす。はい、僕はもう徳島で絶対レゴオフ会をしようと思って去年から考えていました。で、なんとありがたいことに今回会場を無料で貸してくれます。いや、もう僕もこれちょっと恵まれてるんじゃないかなって思ってて、めちゃくちゃ驚いています。はい、こちら私ヒロゲー主催徳島ブリックランドです。 JBF2023 年でがっつり宣伝して、参加希望の用紙を15、6枚くらい印刷したんですけど、なんとありがたいことに2日間で完売しました。で、ちょっと言い忘れてたんですけど、僕が作った名刺、2日間で完売しました。そして私主催の徳島ブリックランドなんですけど、なんと参加費が無料でございます。この機会に四国のビルダーさんと仲良くなれればいいかなって思っております。さらに詳しい詳細についてはまた近日中に動画で公開して、 Twitter でも公開したいと思いますので、ちょっと参加してみようかなって思う方はぜひ私にお声掛けください。はい、最後になりますが、今回の JBF の運営スタッフとグループアフロの皆様には本当に感謝しております。グループアフロの皆さんには初参加の僕にもかかわらず、もう優しく接してくれて、いろんなレゴの話とかができたのでめちゃくちゃ嬉しかったです。ちなみに来年のお土産は地酒持ってきます。で、 JBF の運営の方たちやボランティアスタッフの皆さんも本当に感謝しております。ちょっと勝手になんですけど、参加ビルダーを代表して感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございます。
まあちょっと最後に補足なんですけど、私ヒロゲは2024も参加したいと思います。まあ当然だからグループアフロで参加します。で来年に関しては変形型エルゴロボや設計せずのプレゼン以外に遊べれるようなレゴ作品を作ってみようかなって思います。はい、以上ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。